71周年記念 G3 鳳凰商店レース、今年の競輪界のグレードレースの始まりもこの立川記念からです。最終12レースは S 級の決勝、鳳凰賞。立川400番区を5周回 2025m、 対戦メンバーは9選手です。まもなく日の入りの時刻を迎える立川競輪場、シリーズを通して4日間お天気に恵まれてバンク内風はほとんどありません。鳳凰賞対戦メンバーをご紹介します。1番は福島新田雄大、2番神奈川郡司康平、3番群馬佐々木勇気、4番神奈川松井光雄、5番福島佐藤慎太郎、6番千葉高橋正幸、7番福岡北鶴翼、8番静岡岡村淳、そして9番は千葉和田健太郎、以上の9選手が今年の鳳凰賞のファイナリストたちです。さあ、今年の立川記念は例年以上に豪華強力メンバーが斡旋されて行われてきました。今年初めのグレードレースの頂上決戦は絶好のバンクコンディションで行われます。南関東5人勝ち上がりまして、郡司康平からの人気です。松井光雄、準決勝戦はさすがの立ち回り、別戦完封の逃げを打っています。そして立川記念完全 V へはあと一つ、1番新田雄大、鳳凰賞 S 級決勝がスタートです。さあ、 S の取り合いとなりましたが、1番新田雄大が出ます。2番手は2番郡司康平、その後4番松井光雄が2番手の位置へ車を入れていきました。そして8番岡村淳、後ろから3番佐々木勇気も前の位置を伺っていきます。そして2番の郡司康平と9番和田健太郎、さらに8番岡村淳、5番の佐藤慎太郎は新田雄大との連携を図り2番手に車を入れていきました。3番佐々木勇気が福島の後ろ3番手初手の位置に定めまして、4番手以降に南関東の5人という形、7番北鶴翼はまずは最後方で2周目に入っています。正攻法となった福島勢1番新田雄大前受けです。初の立川記念制覇へ、完全 V へマジック1としています1番新田雄大、そして後ろに5番佐藤慎太郎です。大事な局面でも一切落とさない5番佐藤慎太郎、この決勝入りは気のせいではなさそうです。福島勢先頭2番手から行きまして、3番佐々木勇気3番手関東唯一の勝ち上がり、連帯率 100% のこのバンクでどう動くんでしょうか。今3番手3番佐々木勇気、青番は過ぎています。南関東5人はこれは想定の範囲内なのか、4番松井光雄4番手から2番郡司康平、今や南関東最強は誰もが認めるところで9番和田健太郎、そして8番岡村淳、6番の高橋正幸とびっしり並んだ南関東5人は後ろからの競争で、そしてメンバー中唯一鳳凰賞優勝の味を知っているのは7番北鶴翼、最後方から運びます。赤番で松井光雄の上昇、さあ1番新田雄大、これは前踏んでいきまして郡司と並んでくる、1番新田雄大、郡司康平内飛びついていって、さあマーク戦取り合いとなっています。残り1周半、4番松井光雄ペースを緩めて福島勢が格難を狙ってくる、新田と郡司猛然と競り合って、3番手も佐藤慎太郎和田健太郎が絡んでいきまして、さあグランプリホルダー3番手大競りとなっている、4番松井光雄の先行になって後ろは勝ち取るか、1番の新田雄大、そして最後方から7番の北鶴がやはりまくり上げていきました。マーク戦はその間に1番新田がさばいている、北鶴のまくりは2番手から1番の新田雄大が合わせて松井光雄を捉える勢いか、松井光雄新田雄大北鶴翼が3番手から2番手を追ってくるが、新田雄大か、1番新田雄大完全 V ゴールイン、2着7番北鶴翼、3着は9番の和田健太郎に粘った4番松井光雄、そして8番の岡村淳迫りました、そして2番の郡司康平が大きく遅れて今ゴールへ到達。飛びつき策、福島勢は南関東分断策、赤番からこれは場内大歓声。
S 班の2人、日田雄大、郡司浩平、松井の後ろでもつれにもつれました。後方短期一撃を狙っていた北鶴翼もまくり一戦かと思われましたが、日田雄大には先んじられています。しかし審議が行われます。立川競輪12レースの S 級決勝、お買い求めの勝者投票券は大切にお持ちください。1番日田雄大から7番北鶴翼、準決同様に90期1、2着、その後3着は逃げ粘ったか4番松井光雄、迫って9番和田健太郎です。あと8番岡村純がわずかの差、レースの決定までお待ちください。お知らせします。ただいまより第3コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は2番および5番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。